皆さん、こんにちは。今日もモノモースのチャンネルへようこそ。今回は、秋篠宮家の友人様の大学進学について、特に東大への推薦入試が話題になっています。このテーマについて、私の意見を論じていきたいと思います。まず、ニュース記事の概要を簡単にご紹介します。秋篠宮家の友人様が筑波大付属だか3年となり、その大学の進学先に多くの関心が寄せられています。特にのりこ様が東大への推薦入試に熱心であるとして、様々な意見が飛び交っています。学習院出身の筆者は東大ではない 海外の名門大学をを目指すべきだといいう意見を思っていますこれはなぜでしょうかまず私は強調したい点は、東大にこだわる必要が本当にあるのかという点です。この記事にも指摘されているように、日本の大学入試制度は非常に競争が激しく、特権があると見られることもあります。東大に進学することで何を言おうとしているのか、それはしっかりとした理由があるならば問題はないかもしれませんが、その目的が明確でなければ批判は避けられないでしょう。実際の例として、学習院出身の雅子様がハーバード大学、 学を卒業しオックスフォード大学で博士号を取得されて秋子様のように海外の大学で学ばれる選択肢も多いにあると思います海外の大学での生活は自立心や国際感覚を養うのに非常に適しており将来の公務にも役立つことでしょうそして視点を変えて反論として挙げられる点も見てみましょう確かに天皇になるために高等教育は必須あるとは限りませんむしろ公務に専念するために必要な知識を取得するだけでも十分かもしれませんですがその一方で個人的な学びを深めたいという 暗号があるならば、それを尊重することもまた重要です。結論として、友人様が進学する大学はどこであれ、その選択が将来の公務と個人の学びにどう影響するかを慎重に考え、国民に対してその成果を報告する義務があると思います。東大に進むかどうかという問題は、そのための手段でしかありません。最も大切なのは、友人様自身がどのような人間になりたいかということです。これからも私たちは彼の成長を見守り、支えていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画、 が参考になりましたらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさようなら